さん、昨日ですね、Windows のエイリアンパソコンをメモリ増設したんですけど、早くなりましたね、16GB から64にしてで、ゲーミングメモリーみたいな、ゲーミング、ゲーマーのご用達みたいなメモリー買ったんですけど、まあ、エイリアンパソコンもね、ゲーミングマシーンですけど、あとその OS が入ってる SSD も買いまして、読み込み速度速いみたいな、まあ、全部買えたんですけど、まあ、あの、 体感で速くなりました。体感で。早いな、みたいな。読み込みが <laughs>。まあ、早く、やっぱね、早く稼ぎたいんだったら、メモリーを増設するべきなんですよ。思考のメモリーですね。思考のメモリー <laughs>。だから、あの、久保さんと僕とか、まあ、稼いでる人は、 おそらく稼げてない人の思考のメモリーの領域と、稼いでる人の思考のメモリーの領域は違いますね。ものの解釈の仕方分解の仕方多分だから、その続かない、この理由が続かない理由って、多分まあ、僕を、僕と久保さんほど続かないって、多分その、何すかね、多分その解釈ができないわけですよね。そもそも。何でもいいわけじゃないですか。何でも、あの、話せる、話せるというか、まあ、話さなくてもいいんだけど。<laughs> なんだこうだ言うっていうねそれは解釈の仕方がいろいろできるっていうことですよねでも久保さんが言う通りその,あの人間のメモリーっていうのは機械のメモリーと違ってなんかそのメモリーのねこれの基盤をね取っ替えたらはいメモリー増設にはならないんですよゆっくりなんですよめちゃくちゃゆっくりなんですよね ただ、その、一部の人はね、IQ140 とか200とか300とか、一部の人はもう、最初からスペックがメモリーが高いから、その、他の人が見,え見てないね。なんかね、昨日か、おとと YouTube で、その、名前な、なんて言うんだっけな、あの、あの,その、なんかその、IQ が高い子、IQ が高い子供を、なんて言うのかな。なんかね、その子がテレビ、YouTube で出てて、 まあ、テレビ番組かななんかその,その子供が言ってたのが小学校今行ってないらしいんですよ。あんま不登校で。で、なんで行かないのっていうところで小学校で教えて星で,星で表す,表すと僕がやってることは星5つ,星5つで小学校で習うことは星1個だと。だから苦痛だと。 なんで星5つで物事を見れるのになぜわざわざ星1個で見ないといけないのみたいな話ですね。IQ が高い子供。これなんて言うんだっけかなあ、このギフテッドっていうらしいですね。ギフテッドにしておきましょうか。そうこのギフ,ギフデートっていうのをちょっと見たんですけどもそう特定の分野で優れた才能っていう,そうこの NBC ニュースですね。ギフ ギフテッドにしましょうか。まあ、ギフテッドみたいな人だったらね、まあもうそう高いんですよ。メモリがもうすげえあると。でも一般の人はそうではないので、まあ徐々に増やしていくしかないですよね。うん。だからそこには時間がかかるということですね。<laughs> だからあなたがギフテッドじゃないんだったら、まあちょっとずつメモリ増やすしかねえよって話です、ねで。僕はギフテッドじゃないですからち、ちょっとずつ増やした結果、今があるということですね。うん。まあ、久保さんもギフテッドではなかったと思います。はい。いってらっしゃい。